あさってから長野で始まる全日本フィギュアスケート選手権。この大会の楽しみの一つが新しいスターを見つけること。というわけでこんな VTR を用意しました。全日本フィギュア、その華やかなリンクの裏には過酷なサバイバルがあります。日本各地のブロック大会を勝ち抜いた選手が東日本、西日本フィギュアへと進み、さらに上位の選手のみが全日本の切符をつかむことができるんです。大変ですね。そんな熾烈な予選会から新たなスターが生まれます。東日本からは個性派女子3人衆、望月理沙選手は色気たっぷり大人の演技が魅力。色っぽいですね。萩原彩子選手は元気いっぱいの演技が光ります。かわいいですね。優勝した浅見和葉選手のジャンプにも注目です。西日本も負けてはいません。ご存知、鈴木明子選手に続くのは村元佐月選手。今シーズンシニアに転向した18歳、本番でも上位を狙います。まだ若い。6位以内に入りたいなと思ってます。こちらはおなじみ浅田真央選手の姉の舞選手。今シーズンから本田武史さんをコーチに迎え、ジャンプに磨きをかけています。さらに最年少14歳での出場は村上佳菜子選手。全日本ジュニアで表彰台に上り推薦出場を決めました。彼女は浅田真央選手を育てた山田真知子コーチも認める逸材なんです。上手になったなって思えてもらえるように演技したいです。男子も推薦出場のジュニア勢が熱い。まずは町田樹選手、上位進出の鍵を握るのは得意のトリプルアクセルです。パワーありますよね。さらにさらに、あの諸崎コーチの秘蔵子が17歳の村上大輔選手、まさに日本のエース候補。これは見逃せません。はい、こういう若い選手も見れるのはこの全日本フィギュアならではですよね。そうですね、はい、とにかく日本の選手にとっては最大の目標が全日本フィギュアですからね、はいはい。トップも若手も全てこの大会から始まっていきますから。そうですね、ここから始まるって言っても過言ではないっていうことですよね、はい、そうですことなんですね、はい。さあ、注目の全日本フィギュアは25日に男子から開幕、はい、注目の女子は26日にショート、27日にフリー、夜7時からお伝えします。はい、そして今年最後を締めくく夢の共演メダリストオンアイス、こちらは日曜日の夜7時から放送です。いや、本当に楽しみですよ ね。まあ、このキス&クライでは今度はどんなドラマが待ってるのか、はい、本当にね、皆さんで楽しみたいなと思います。そうですね、また笑顔あり涙ありで ね私たちも一緒にね、はい、味わっていきたいと思います、はい。さあ、番組の最後は全日本フィギュアの過去の名シーンを振り返りながらお別れしたいと思います、はい。たっぷりとね、思い出しながら今シーズンに皆さんも備えていただきたいと思います、はい。